茨城県道60号、十王里見線は、茨城県日立市から、日立大田市に至る県道である。日立市十王町友部から、阿武熊高地を横断して、日立大田市の国道349号交点まで、東西に結ぶ、延長約 17km の主要地方道である。1982年11月1日、前身にあたる県道山形十王線を廃止し、 新たな県道路線として、多賀郡中央町を、起点、九時郡里見村を終点とする、里見村伊東の区間を、茨城県が路線認定した。1995年の整理番号の再編成により、整理番号60となり、現在に至る。起点の日立市より、約3キロメートルは、対向に車線だが、日立市中央町高原伊勢より、 日立大田市の終点までの阿武熊高知山幹部は、道路が1.5車線幅と狭く曲がりくねった道路が、続き、通行には、注意が必要となる。JR 常磐線で分断された日立市重央町、友部同市重央町石本号を連絡して、日立市北部地域を横断する、都市計画道路重央北通り線が整備事業中で、このうち西側の 3.17km 区間が、 県道10を里見線に指定されており、主導指定区間を経て、国道6号まで開通する予定である。2016年3月現在、県道日立岩木線交点から約 2.4km まで部分共用中である。茨城県道60号、10里見線日立市10町高原福院、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積算4トンの、 普通貨物自動車が通行できない区間。県道山形中央線の里見村井線の残存区間は主要地方道日立山形線に同時認定されている。ありがとうございます。